いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。個人的なことを聞いてもいいですか、警部補。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。キッチンのテーブルに子供の写真が。息子さんですか。ああ、コールって名前だ。飲酒は控えた方がいいのでは。体にも深刻な影響を及ぼします。望むところだね。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。共通して経験しているのが精神的ショック。暴力によるトラウマやある種の不満、うん、エデンクラブのあの二人には不満に思うだけの十分な理由があったろう。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。プログラム上、愛や欲求などというものは存在し得ないんです。機械なんですよ。お前はどうなんだ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。任務のためにデザインされた機械です。あの二人を撃って何も感じなかったのか、このクズ野郎が。プログラムを実行しただけだってのか。ようやく機械に興味を持たれたようですね、警部補。結構これであなたも少しは捜査の役に立てるでしょう。お前を殺してもどうせまた何事もなかったように戻ってくんだろう。死ぬのが怖くないのか、コナー。私は生き物じゃない。殺せませんよ。引き金を引いたらどうなる。ん？無か、暗闇か、それとも天国か。アンドロイドの天国なんて疑わしい。存在への疑問を抱くとはな。変異仕掛けてんじゃねえのか。定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。